こんにちは。こんにちは。始まった。はい。8月22日。今日は原発ゼロまであと23日となりましたが。わーいと言いつつ。二人でやるの久しぶりだよね。はい。日々飛び回っている我ら。はい。私は最近ヒッキーで某出版社の原稿をずっと書いてヒッキーしてます。そうですか。はい。私もいろいろ。で、今日のテーマなんですけど、今日のテーマは、はい、子ども被災者支援法どうなっとるん、どうなっとるんねっていうので、ちょっと持ち寄りで、はい、ちなみに明日ね、あの神戸市でこんな感じでさよなら原発神戸アクションというグループ、私もメンバーさせてもらってるんですが、子ども被災者支援法具体化を求める神戸集会ということで、ツツツーとこの辺のこの集会の明日司会をさせてもらいます、松本奈美穂です。わー、わーい。私も応援に行きたいところなんですが、原稿も、ね、原稿の締め切りで行けないのですが、ぜひ皆さん来てくださいね。ぜひぜひ。はい。で、その子ども被災者支援法っていうことなんですけど、ね、今この子ども被災者支援法に具体的な予算をっていうことで、1円もついてないんだよね。そう、去年の5月か6月どっちだったか、通ったのは去年の6月に通って、もう1年以上経ってるのにまだ1円の予算も、ついてないっていうことで、そうそう、あのこの子ども被災者支援法のいいところは、うん、の支援対象地域の人は、うん、そこに留まること、うん、そして引っ越すことで、引っ越したけどやっぱり戻りたいっていう人は戻ることを選べるって一応書いてあるんですよね、うんうんうん、それなのにただの一人も、その対象になってないっていうことは大変なことですよね、うん、めっちゃいい法律なんだけど、うん、全然実行されてないんだよね、お金がついてないゆえに、うん、だよね。で、明日はねこの放送で、子ども被災者支援法に予算をつけて具体的に動けっていうことを、被災者の人たちが、うん、あの国を相手取って告訴したんですよね。そうだよね、もう22日だっけ、22日に、昨日、昨日ってことは今日23か、昨日22、今日23の気がします。曜日感覚がねなくなって、ね、今日23日、あと2日で締め切りになるあというわけなんですけど、はい、その、お友達に電話でつなごうと思うんですけど、うんうん、原告の宍戸貴子さんにお話を明日聞こうと思ってま す, で, す、ね、で、私その今の原発の被災者の人たちが、学ぶアイテムとしてこれがいいなと思って最近読んでたんですけど、原爆訴認定訴訟が明らかにしたこと、あとこれがあのドキュメンタリーの映画になっててすごくよくできてたので、よかったら皆さんもゲットしてみてください。これはですね、あのサインももらったんですけど、監督は有原誠二さんっていう方が監督で、長崎でお会いして DVD 2000円で買ったんですけど、その訴訟の記録をすごく丁寧にまとめてました。で、ここで問題になってくるのが、その国は直接被爆については、すぐ認めやすいんだけれども、残留放射線によって吸気被爆だったり、その後食べて被爆して、あの病気になったりしたことに関してはなかなか認めてくれないっていうことがあって、あの今後私たちも原発の被災者、どのぐらい離れてる地域の人なのかとか、うん、住んでるのは違ったけどその直後に来たよとか、そう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 、いろんな意味でボーダーを、探していくことになると思うので、うんうん、おすすめアイテムですということでした。なるほど、うん、でこれと一緒になって、うん、あの被災者の人が国を訴えるぞっていうことと、うん、国会議員の山本太郎さんも早く3ミリか5ミリかとにかく決めて、うん、あの被災者を一人でも、救わなきゃっていうことを言ってたんですけど、うん、その政治家と、被災者が一体となったこういい加減認めさせろやみたいな渦を作っていかなあかんなと思って、そうだな、いかなあかんな、うん、明日ちなみに大城さとしさんと読むと思うんですけれども、弁護士の方もこの集会に来られますので、大城さんはどんな方なんですか。大城さん、私もね出会うの初めてなんですけれども、うん、多分これ市民会議の人ですね。原発事故子ども被災者支援法市民会議ということで、本当に、ね、
詳しく私自身も勉強になるなと思っていて、うん、この法律をいかにうまく具体化させるかの勉強で、また報告もできればと思うんですけれども、はい、ぜひぜひ。やっぱね、絵文字になってるからね。絵文字？絵に描いた文字。ああ本当なんだよ ね、いいこと言ってるけどそれだけじゃねえってい ねっていう芸術みたいな状況になってますけどそう具体化していかなきゃっていう感じです。ね、ただ気になるのが3号機とか4号機はどうなってんのっていうことで、このさ、ね、嬉しいんだけども、嬉しいんだけど原発ゼロまでどんどん近づいていくようでワクワクするんだけれども、大丈夫なのか、ここも大丈夫なのかっていう心配が、ここ神戸市ですけれども、はい、兵庫県ですけれども、今これ電池が入ってませんけど、さっき測ったら 0.09 から 0.13 ぐらい外であるんですよ、うん、皆さんはどうですか、 0.どんなぐらいで自分は避難とか、まあ本当出国もね、脱出も考えてるっていう人もいると思うんですけど、うん、ね、ちょっとその辺をシェアしたいです ね、 ね、さっき私まあ、引っ越した後にも仕事をしたいわけで、うん、なんでその引っ越した後の仕事も準備しながらと思うと、なんか単純にすぐ危ないから逃げろって言うとまたお金使っちゃうしと思ってすごい悩んでます、ね、でもその近所の人と一緒にね、うん、いつになったら出るみたいな話をぼちぼちし始めてもいいのかなとね、本当できる人がいてすごくありがたいんだけどね、うん、孤立している人もいるだろうし、家境とかはグループで逃げるんだよね、で逃げた先で商売をするっていうことがうまくて、日本人その辺ちゃんと作っていかなきゃなと思って、で私原発ゼロの時関連の前で夕方5時から中之島の関連で関連行く、うん、関連行こうと思って、神戸か関連がちょっとまだ大阪本店前がちょっと迷ってて、どこかにはその時ね、ノンベクレルフェアトレードファーストショップをオープンしようかと思ってる。ファーストって何？あ、ファースト第1号店。あ、そうなの。うん、なんかそのこう安全で信頼できるものを売買し合うような輪を作れたらいいなっていう思いと、あとアートとジャーナリズムで本物のメッセージを発信したいっていう思い両方あるんですけど、うんうんうん、まあとりあえず作った梅を売ってみるかなとか。いいね、いいね、うん、加納さんも自転車発電で来てくれるし、でさっき梅パック買ったで、うんうんうん、あ、そうだね、うん、でなんで9月15日は関電前でお店を出そうかなと思ってます。お店の売り子になってるっぽい、うん、そうやってうちらもなんか小さな家境みたいなことをちょこちょことしながら、うん、少しずつスライドするっていうことができたらなとか、ね、でもどこにって、そう、みんなどう思いますか私さ、広川力さんにメールしちゃったもんね、なんかどこがいいみたいな、いやデイズジャパンがその引き継ぎができなかったら潰れるって話じゃないですか、でももったいないけど、うん、でも私東京に子供育てながら中心でもう一回働くって正直ちょっと無理かなって思ってて、オンラインで働きませんか、いやでもやっぱりだから沖縄に編集部作りませんかって、お前はいらんって言われるかもしれないけど、さっき関西とかね、原稿チェックのメールを送りながらちょっと打診してみましたという感じで、あ、8分いい、8分というわけでなんかダラダラしましたけど、うん、まあ、はい、不安も入り混じりの日々ですが、うん、でもこういう不安を語っちゃいけないみたいな、語ったらデマみたいな話があるけど、正直不安だし、うん、合ってるかどうか分かんないけど、この不安をシェアするみたいなこともなんか始めてもいいのかな、なんて、だってね、うん、思いは本当なんだから、うん、それを隠す必要もね、うん、だって本当だったらどうすんのって話で誰も、うん、とりあえずこのガイガーがあまりにも高くなって 0.25、うん、0.30 とか、うん、そんな風になったら絶対にお伝えしますので、ありがとうございます。私もガイガー回覧板回すかこの地域でもですね、うん、ですね、まあ、皆さんもこんな風に考えてるとか、自分の中でこういう基準を定めてるとか、うん、こういう準備をしてるとかっていうのがあったら、ぜひこうリツイートしながら書き込んでもらったらなと思います。はい、そんなわけでちょっとローなテンションでしたけど , 笑えない、またね、喜べないが頑張りましょう。バイバイ、またね。